今日今ね、梅田のね、東町商店街におります。で、今日はね、12時、朝9時頃起きて、それで12時頃から6時まで寝て、この子は1メーター60ぐらいね、60。俺のところに1メーター68来たの、それはいいんだけども、ここね、なかなかいいわ、あれ。東通り商店街ね、あれ今度行ってみますわ。でそこの角に喫茶店あるの、あれは行ったな、昔5年前。あ、これ思い出ね。ここ阪神ですわ。でこれ400メーター高いんだね、これ100メーターね。それとね、あそこにね、観覧車があるんですわ。覚えとこう、観覧車ね。阪神も行かなかんし、一応ね、難波でね、エルメスとか買う予定があるけど、ほいでここ車止められますわ、ローレスロイスとかね。おいな。だからいろいろな考えがある。私も考えがあるね。人生いろいろ。ほんでここタバコ用落ちとる。頭入れとかないと。ここタバコ用落ちとる。今日はね、何しに来たかというと、タバコ開いてきたんですわ。それとね、これは借りれるんですわ。10万でも100万でも、ずるーっと回ったらね。でもね、借りたらね、例えばね、皆さんも一緒やけど、借りるでしょ。で食料1万ぐらい買うでしょ。ただ食うて寝る。人間ってそんなもんなんです。だからね、どっち取るかってね、今日でも2万借りれるんですわ。借りたらね、タバコ買うて、飯食うて、ただ寝るでしょ。バカみたいからこう来たでしょ。そしたらこう、ひらめきがこう出るとね。だからそれも一種の知恵ですわ。だからここに来ると、さすがやっぱ女はいいな。そういう風になっとんだろうね、人間ってね。この姉ちゃんスタイルで、あとでそれは。だからね、帰りはね、もうこれね、それとね、普通の人間はここ電車ね、12時頃帰らなかったけど、俺も足が強いからね、ここね、梅田でしょ。皆さんも言う、俺岸野里って西成区んだけど、天神橋行ってね、本町回って御堂筋40キロケロッとしてる。だからこっからね、うちまで帰って約14、15キロ。今日はね、多分歩いて帰ると思う。ちょっと運動せんなあかんからね。で、イオってね、ちょっと思うけどね、もうちょっと喋るか。今日ね、西成の木下駅に約2時間ぐらいおったんだけど、1時間。やっぱね、それは仕方ないですよ。これがないからね、おじいさん汚い格好してうろうろして、あれ気持ち悪いね。ある程度服着とったらいいけど、若い人はしょうないけどね。だからおじいさんってうろうろせんならね。以上、そういうことでした。今日はタバコ開いに来ました。それで外人って足長いな。今度フィリピン行ってみよう。まあそういうことだよ。今度フィリピンね、以上、まあ長々なけど。